体を何かが貫通したようなんです。貫通って何がですか？侵入したものが何なのかは体内に残っていないのでわからないんです。多分拳銃の銃弾じゃないかと思いますけれど。銃？まさか銃。あ、いえ、そんな。たまにありますよね、矢を打ち込まれたとか。でも銃だなんて。そうですね、ちょっと信じがたいですけど。だとしても貫通はしないですからね、普通。まさかと思うんですけど。とにかくサイズが、口径が小さかったのが不幸中の幸いです。じゃなかったらひとたまりもなかったと思いますから。それと内臓を外れていたのも良かったですね。ちょうど肩のあたりですね、胸と肩の中間くらい。そこから入射して斜めに貫通していって、背中から射出されています。大丈夫です、すぐに良くなりますよ。私のせいだね。私がちゃんと注意してあげなかったから。外で歩いているのは知ってたのに、私がのんびりしてたから。でもね、私だって何でもかんでも分かるわけじゃないんだよ。全部外れるから。ちょっと外の空気でも吸ってきた方がいいみたいね。私もついています。なんでもないの。女の子なんだし、血なら平気。ほら、私たちも外に出よう。千尋ちゃん、大丈夫？うん、ごめんね、心配かけちゃって。あとどのくらいかかるかわからないし、みんなもういいよ。え、でもごめんねちかこちゃん。本当は私一人になりたいんだ。本当ごめんけど。一人が嫌になったら電話してもいいからね。マジブレーキしなかったでしょ。見ているこっちの方が怖かったよ。私はまだまだいける口だけどな。千尋がそうでもしょうがないけどね。うん、楽しかったけどちょっと疲れちゃったかな。やっぱりこういう遊びはしたらダメだよ。だって危ないもん。そうだね、転んだりとか車が飛び出してきたりとか。車は大丈夫なんじゃないかな。そうなの？うん、だって私調べたから。横道からこっちの道には入れないんだよ。進入禁止ってやつ。へえ、よく知ってるね。和葉ちゃんマメなんだ。だってやっぱり心配だし。前に言ったっけ？うん、言わなかったかな。双葉車にひかれたんだよ。うん、怪我はそのせいだから。うん、弱っ。なら私と競争しようよ。気をつけてね。じゃあ、行くよー。私はマジ早いよ。よーいドン。弾打たなかった？本当に大丈夫？骨とか折れてない？びっくりしたよ、吹っ飛んで。でも本当にすりむいているだけなのかな？それでも痛そうかな。うわあ、骨が見えてる。でもそれだけで済んだんなら本当によかったよ。あんなんって程度でもなかったけど、とにかく手当てしないと。お医者さん行こう。大げさじゃないよ。ちょっと行ってくるから、みんなは裏山で待っていてください。うん。あ、保険証は？お兄ちゃんが見てもらっている間に家に取りに戻ります。ほら、お兄ちゃん。どうしたの？やっぱり頭を。一体どうしたの？